本当にあのスポンジの設定もね、みんながそれぞれも違いますね。どうやって穴が入るんでしょうね。本当ですね。上に干す方、横に貼り付ける方、いろいろな形で吸水スポンジも作っているんですね。そうですね。本当にこう竹林の音が聞こえてきそうな、おなじみの
き上がりの音がすごく和のテイストになるんじゃないかと思って準備してます。そうですね、はい、今5番のテンションの方が持っていくのが嫌いですね。身がついてますね、はいはい、あれがあのクリスマスの気になる高い身になって、はい、クリスマスに使いますよね。フローリストの方にとっておなじみの方じゃないでしょうか。そうですね、ただあれもあの今日のどうかわからないんですが結構トゲがあるなかなかにこちらも結構一番だ。そうですね最近はトゲのないのも出てきました。あ、そうですか、はい、鉄骨と竹を組んでるときはなんとなく合ってるかなって思うこともありましたよね、だけど花が入ってくると全然違ってくるんですね。本当ですよね、急に艶やかな感じになったりして不思議ですよね。これがやっぱり花の魅力ということになるんでしょうかね。花で元気になってくれるといいですね。そうですよね、日本全国が元気になります。どんなイメージになってくるんでしょうか。本当に楽しみです。おー、一番の方でしょうかね。ただいま競技開始より30分が経過いたしました。競技終了まで30分となります。折り返し地点、折り返し、ね、こうしてみると30分早いですね。早いですね早いですね、皆さんの作業に見越えている間にあっという間に30分が経ちました。僕たちが早いと思うんですが、選手たちはもっと早いです。そうですね、絵の半分だろうという感じかもしれません。中西さん、この30分折り返し点まで来ましたけど、振り返ってみて、いかがでしょうか。やっぱりね、ここに立つ人たちだと思いますね、本当に、なんかあの余分な動きってないんですよね。そうですね、動きそのものが本当に美しいですよね。紫と黄色、赤、すっごくこう離れた色合いですよね。そうですよね、同系色ではないですよね。黄色と紫って全くの補色関係の色合いですね。反対色ですよ ね, すよね。それだけに結構インパクトのある作品ができると思います、はい、さあでは折り返し点を過ぎたところで選手の皆さんからですねアンケートというかコメントをいただいておりますのでご紹介したいと思います。作業を見ながらぜひお送りくださいね。まずエントリーナンバー1番、広島市三宝園広島支店の松本義隆さん、ファイナルへの出場が決まって信じられない思いです。フローリスト歴は15年ということですが、フローリストになったきっかけはアルバイトの延長でそのままこの世界に飛び込んだということなんですね。花の魅力に取り憑かれたフローリストになってよかったこと、お客様に喜んでもらえたとき、好きな花、もう花なら何でも素晴らしいですね、はい、そして2011ジャパンカップへの意気込み、頑張りますと気合が入ってますね。本当ですね。さあエントリーナンバー2番、札幌市ハムフラワーズの中島由紀さん、お一人女性でファイナルまで進出されました。出場が決まって一言、信じられません、頑張ります。フローレクリスト歴は10年だそうですね。10年もね、お花屋さんやってみればもう男の人も女の人も変わらないと思います。そうですね、フローリストになったきっかけはなんとなくというふうに書いてくださいましたが、なってよかったことはいろんな人に出会えたこと、
そして中島さんが好きな花、好きな色、全部って入ってくださって、皆さん素晴らしいですね。本当ですよね。趣味は音楽を聴くことということですが、意気込みとして今まで助けてくれた人に感謝して頑張ります。素晴らしいですよね。感謝っていうことがね、いいですね。本当ですよね。どんな方への思いを込めて一生懸命制作をしています。続いてエントリーナンバー3番、京都から来てくださいました花子の若林純さん。ファイナルへの出場が決まって一言、怖いです正直な気持ちだと思いますね。フローリスト歴は8年ということで、昨日のセミファイナルからしますと一番フローリスト歴は短いですね。ただ実家が花屋だったのでこの道に進みましたとおっしゃっています。ひょっとしたら2代目さんでしょうか。そうでしょうかね。意外とフローリストになられる方、お家が花屋がお花屋さんだったという方が多いですね。そうですね。フローリストになって良かったこと、いろんな方に出会えたことということで、好きなお花は椿だそうですが、京都の方らしい。本も好きなんですか。そうなんですか。じゃあ、例の記録が頑張りますと、こちらもきっぱりと一言いただいております。そしてエントリーナンバー4番、長野県上田市のフローリスト桜井慎さん。ジャパンカップザファイナルへの出場が決まって一言、よっしゃと言ってきました。このよっしゃ、よっしゃ、どういう意味があるんでしょうね。そうですね。よっしゃ一番になるぞ。そうですね。よっしゃここまで来た、次は一番になるということでしょうか。フローリスト歴は19年、長いですね。はい。フローリストになったきっかけは花のデザインをしてみたくて、たくさんの人に感動を与えられることになってよかったことです。好きな花は色気のある花。色気のある花、どんな花が色気があるんでしょうね。全ての花が色気があると。そうですね。それなりにご理解ですよね。はい。そして好きな色は全てということですが、趣味が釣り、犬の散歩、子供と遊ぶこと、非常にいいお父さんなんでしょうね。花を生けることで日本を元気にできるよう頑張りますと意気込みを語っていらっしゃいます。頑張ってもらいましょう。はい。そしてエントリーナンバー5番は名古屋の名花園井上幸信さん。出場が決まって一言、ほっとしています。フローリスト歴はなんと22年お持ちだそうです。きっかけは親戚が花屋だったから。そしてフローリストになってよかったことは友人知人が増えたこと。得意なデザインはシンプルなものというふうに書いていらっしゃいますね。そして好きな花、食べ物の好き嫌いは多いですが花の好き嫌いはありません。趣味料理と書いてくださいました。はい。花の料理ですかね。そうですね。花の料理。今この場で花が生けられることに感謝して頑張りたいと思いますと言われています。エントリーナンバー6番、神奈川県平塚市グリーンライフショップ山口の椿拓也さん。今年もこのステージに上がれて本当に良かったですといただきました。フローリスト歴11年、フローリストになったのは親戚に誘われてということです。フローリストになって良かったこと、自分の結婚の時に奥さんのブーケを作れたこと。素敵ですね。まあ素敵ですよね。そして趣味はゴルフということですが、意気込みは優勝ありのみ。皆さん狙ってます。皆さん狙ってます。皆さん一応そうですね。エントリーナンバー7番は三重県黒井市の小物会の平野拓也さん。出場が決まって一言、嬉しいです。フローリスト歴は10年、きっかけはなんとなくということですが、なんとなく10年。そうですね。そしてトップの10年、花の魅力に取り憑かれた人ですね。フローリストになってよかったのはお客様に喜んでいただけること。頑張りますのでよろしくお願いしますと意気込みを語っていらっしゃいます。